らほら聞きましたかご主人様。猫は多彩でも気にしない。ちゃんと平等に愛してくれれば。だからちげえし、だから何度も言ってるけどちげえし、その、とにかくちげえし。そんなこと言っても尻尾は正直にゃん。それもちげえし、ほんと違うっつってんだろ。違うんだってば。ココナツ、ここがドキドキしてる？してるの？胸触っちゃダメだってば。僕はシナモンじゃないんだから。いいやないか、ええやないか。ヘルモンでもなしに。私もショコラも控えめだから、憧れがないこともない。にゃあ、こら、そんなわしづかみにしないの。バービーだってば、にゃあ。ネコパラ。ではご主人様、本当に好きなもの買っていいんですね。わーい、ご主人様のプレゼントだ。やったー。さすがは私のご主人、粋な計らい。私は別に苦労してないけど。バニラ、準備 OK？ 完璧。お茶からポテチまで。これで何時間でも戦える。よーし、じゃあ行くよー。おっかいもなー、おっかいもなー。ショコラとネットショッピングデート、超ワクワク。じゃあまずは楽天市場からだね。ゴーゴー。あ、ご主人のお買い物履歴からのおすすめ、お店のものばっかり、つまんない。もっとこう、プライベーティーなすごいの楽しみにしてるのに。まあまあ、今日の本題は違うから。じゃあまずはどこから見る？宝石？でもショコラ、ビー玉と真珠の違いよくわかってないし。綺麗なら何でもいいんだよ。あとは愛が困ってればなおよし。ショコラはかわいそうなほどちょろい猫だね。でもそれもまたかわいいから何とも言えない。これ見てバニラ。大変。マグロがあるよ。しかも一匹丸ごと。おー、丸々一匹で172万円。素敵、素敵だよ、ショコラ。大トロがどのくらいあるかくぐろう。多分食べ放題。じゃあ、まずはキープだね。比較リストに入れよう。合格祝いとは言っても、散々追試を受けた上でのギリギリも良いところでしたけどね。まったく。バニラは鼻歌混じりに合格したのに、ショコラは全然でしたからね。せめて、スズネコらしいところを見せてくれれば、マグロごとき私が買ってあげたのですが。あ、でもそうしたら、マグロ一匹が入る冷蔵庫も買わなくてはなりませんね。兄様のお願いでしたらば、そちらも合わせて購入しても良いのですが。
そうですね。あまり甘やかしすぎても良くないですし。それはそうとして、私が出てる間に、あずきとココナッツが随分と兄様に懐いてるようですね。ショコラ、バニラだけでなく、良い傾向です。兄様も本当に猫殺し。いえ、女殺しですね。そんな兄様が誇らしくもありますが、女として、いえ、妹として心配にもなります。まあ、そのあたりを考えてないのも兄様の魅力ですので、ままならないものです。ちなみに言っておきますが、猫は多彩性の生き物なので心配はありませんよ。もちろん嫉妬はしますが、人間とは違って独占欲というものはないようです。私も兄様ならば安心して猫たちをお嫁に出せるというものですし、あずきやココナッツが兄様を主人と慕うならば、喜ばしいことですし。兄様が、私が育てた娘たちにメロメロになるのは、何とも言えない満足感がありますし。ああ兄様の、その複雑なお顔もまた、妹心をそそります。慕っている兄様をいじめたくなる罪な妹心をお許しください。マグロ一匹は高くてダメなら、松阪牛一頭なんて全然無理だよ。松阪牛は500万円か。ちょっと足りないにゃん。これも解消のないご主人に惚れた恋猫の弱み。仕方ない。では、私もそろそろおいとめいたしますね。いえいえ。兄様のお手伝いをさせていただけることが妹めの幸せにございますから。では、外にタクシーを待たせてありますので。兄様は本当にさらりとかっこよいですね。私も妹でなければ。いえ、何でもありませんよ。では、私はこれで失礼いたしますね。兄様、愛してますわ。おやすみなさい。お兄ちゃん見て見て、新しい仕事できるようになったんだよ。通信販売の注文から伝票書きまでバッチリ。褒めて褒めて。ショコラが教えてくれたんだよ。ゴリゴリゴリ。にゃー、お兄ちゃんのなでなで気持ちいい。
お兄ちゃんどうしたの？なんか今すごく困った顔してたから、こういうの嫌だった？やめた方がいい？照れくさい？いつもと同じなのに？変なお兄ちゃんだにゃー、ゴロゴロ。あ、ココちゃんがご主人様にスリスリしてる！ご主人様、ショコラもゴロゴロしてください！一緒に！うん、じゃあショコラも一緒に。わーい、ココちゃんも大好き！ゴロゴロゴロー。むむむむむむむ。ん？どうしたの、ショコラ？ココちゃん、ちょっといい？ふむ。ふむふむ。ふむ。どうしたの、ショコラ？僕、どうかした？ココちゃん、おっぱい、ふわふわ！めっちゃぽよぽよだよ！やばい！超気持ちいい！ふっかふかですにゃ！え？あ、そう？バニラとはまるでボリューム感が違うというか、こう、すっごくいい感じでめっちゃふっかふか！はあ、それは、ありがとうなのかな。むむむむ、むむむむむ。これはご主人様もエッチな顔しちゃうのも仕方ないにゃ。はい？エッチな顔？うん、エッチな顔。ご主人様がココちゃんにゴロゴロされてウハウハしてた。ウハウハ？ウハウハって、そうだよね。そんなわけないよね。僕なんか子供っぽくて、そんな目で見れるわけないっていうか。お兄ちゃんから見たら手のかかるだけの猫っていうか。そういう魅力とは猫とスポンっていうか、ねえ。あくまで僕は猫で妹で、色気もなくて頼りにならなくって。って、自分で言ってて悲しくなってきたけど。え？そんな意味じゃないって。お兄ちゃんは僕のこと、その、エッチな目で見れるの？
な顔、ショコラも何かこう、ムラムラするもん、ムラムラ。ムラムラ、ムラムラって。ね、ご主人様、ムラムラしますよね。ご主人様。うん、わかった。じゃあ僕、伝票を書いてくるね。ちょっと待ってて。本日もソレイユ、閉店業務完了であります。みんなももう帰った。ちなみにショコラは上で着替えてる。仕込み、手伝うことある？あれば手伝う。了解した。テレビでも見てることにする。でも、その前にご主人にお伺い。いい？今日の後半、ココナツがやたらボケっとしてたんだけど、何かあった？具体的に言うと、通販伝票ミスりまくり。私がフォローしといたから問題はないけど、何か心当たりが？ま、ご主人は猫じごろだからね。いろいろ仕方ない。何やらショコラもムラムラしてたし。ご主人の変態。ご主人、私は急用を思い出した。失礼つかまつる。ご主人様、ご主人様、お仕事終わりましたか？終わりましたか？うん、なるほど、そうですか。終わってないのですか？いつ終わりますか？どのくらいで終わりそうですか？変ってかですね。ショコラは欲求不満なのです。
恋猫として困るのでどうにかしてほしいなって思うのです。だってですよ、最近ご無沙汰ってやつだったじゃにゃいですか。それなのに昼間にムラムラしちゃってからずっとムラムラなんですにゅ。むしろ今までちゃんと我慢したんですにゅにゅ。バニラは楽天市場から届いた動物 DVD に6時間は夢中ですし。え？ご主人様。ご主人様とのチュー好きです。ご主人様、ショコラのムラムラ度伝わりましたかにゃ。だって大好きなご主人様ですから当たり前にゃないですか。猫は素直なんですよ。気持ちも、体も。そのくらい、知ってますよね。もう、何度も何度も、ショコラとエッチ、してるんですから。いやぁ、ご主人様に知り尽くされちゃってますにゃ。じゃあ、もっとエッチなっちゅう。したいです。ご主人様の唾、美味しいです。じゃあ、次はもっと。お兄ちゃん、ショコラ。ごめんなさい、その、僕。ちょっとお兄ちゃんとお話がしたくて、その、だから別にその、二人の邪魔をしようとしたわけじゃなくて。違うよ、悪いのは僕だから。恋人だもん、そういうことだって、その、知らないわけじゃないし。僕、何言ってるんだろう。ごめんなさい。僕、帰